はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターウォースポケット始めていきたいと思います。プレゼントが届いてるよ。そういえばさ、さてですね、結構510キロがベスト体重なんで、まだまだ行かないといけません。そういえばさ、ねえねえ、そういえばさ、とりあえず進めていきましょう。そういえばさ、何やってんだって言われそうなんで。ねえねえ、6月を1週前進めます。そういえばさ、そういえばさ、あれで、そういえばさって、わ、514キロまで太ってる。いいね、いい仕上がりだね。とりあえずスイカでどんどん鍛えていきます。ねえねえ、まあまあかな。お、嬉しいか。よしよし、人参ですか。いい感じだね。客室がですね、サシになってますね。クエスト達成、やったね。
人参だからこれです。いい感じだね。はい、何です？宝塚記念に登録です。スイープ当初ハーツくらいタップダンスシティだから、そんなに強い印象はないですね。誰がいいんだろう。ハンカツ行ってみましょう。はい、何です？大丈夫、ベストですね。一番人気、まあ当然の一番人気 1.3 倍。グリグリタップダンスシティですね。相手になるのは あとリンカーンもいます。リンカーンも不気味だな。すごい引っかかってんな。タップダンスシチ8くらいもう不気味です。さあ各馬を迎える緑の夢のステージです。春の総決算宝塚記念、いよいよスタートです。今年もあなたの、そして私の夢が走ります。どんよりとした阪神競馬場に開くあなたの夢は、カタノバイアリーかタップダンスシティか、私の夢はアドマイヤグループです。先行グループからまず見てまいりましょう。先頭は9番タップダンスシティ、落ち着いていけるかどうか。それから全のロブロイ、内を通って同場内もいる、その後ろでやりましょうか。アドマイヤグループ第1コーナーに入ります。12頭、そのうちに1番ボーンキング、5番リンカーン、コスモバルク、これが注目の馬。カタノバイアリー、鞍上は安藤克美、3番ビータローザ、佐賀開いて2番サンライズペガサス、そしてその後ろから10番ハーツクライ、1番後ろに7番スイープ東証であります。もう一度前から整理してみましょうか。先頭行くのは9番タップダンスシチー、3馬身リード、この辺りちょっと離れている全のロブロイ、内から1頭4番東証ナイト、そしてその外に12番アドマイアグルーヴ、その内からはボーンキング、それからもう1頭リンカーン、外を通って6番コスモバルク、ここにいたカタノバイアリー、堂々たる1番人気、注目の的であります。ビータローザ、それから離されましてサンライズペガサス、ハーツクライ、しんがりからスイープ東証、阪神のスタンドが揺れています。スタンドどうなるんだ。もしはタップダンスし、間からスルスルとカタノバイアリーが差を詰めてくる。ムチが飛んだ、安藤とカタノバイアリー、伸びはいいな。カタノバイアリー、このまま粘れるか。タップダンスし、この辺りで先頭に変わったか。カタノバイアリー、ここで先頭に躍り出る。ここでは負けられない。宝塚の主役はカタノバイアリー、宝塚の主役はカタノバイアリーだ。貫禄の勝利っていうとこですね。力つけましたね。あのスイカが効いてるかも。やったね。1着12番、2着はアドマイヤグルーヴです。2着12番。まだまだ先は長いよ。先は長い。おお、カクカクはな、農園何もない。クエスト達成、やったね。そういえばさ、嫌です、嫌ですって。
感じだね。温泉にしときましょう。今502キロなんで。メロン。体重はバッチリだね。放牧。はい、何です？残り90周ですか。ちょっと聞いてよ。さあ次どうしましょうかね。まあ凱旋門賞とかいろいろあるんですが、やっぱり WBC でしょうね。ねえねえ、はい、というわけで、高塚記念も勝つことができました。アンカツですね、これですね、次回以降は WBC に、挑戦できるんじゃないかなと思います。まあ、これから戦いはこれからなんで、ぜひ応援してください。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。